中華人民共和国巨民国公母中華人民共和国の戸籍制度では中華人民共和国の戸籍の管理制度の遠隔と内容について解説する1 9 4九年十月一日中華人民共和国が成立したが当時米ソ対決が顕在化し中国内戦で敗れた小解析国民党は台湾でアメリカから巨額の軍事 経済援助を受け、大陸反抗を目指していた。1950年に勃発した朝鮮戦争は、米中関係を一層先鋭化させていた。そのため中国は、本格的経済建設を始めるにあたって、ソ連の重工業優先政策を選択せざるを得なかった。また、アメリカの対中国封じ込めに対抗するためにも、国防工業を育成する必要があった。 重工業優先政策は多額の資金を必要とするが、資金の絶対量は不足しており、そのためには農産物を輸出し、取得した外貨を持って重工業を育成していかなければならなかった。このような時代背景か、残存する反革命勢力を調査し監視するという目的のもとに都市を重点として、戸籍制度の整備が着手された。 1950年に公安部は特殊人口の管理についての暫定弁法草案を制定したが、ここに言う特殊人口とは共産党政権に反対する人々を指していた。その後、公安部は管理の対象を都市全体に広げるため、1951年に都市戸籍管理暫定条例を制定した。反革命勢力の管理という制度開始時の特殊な目的は、 半革命鎮圧運動などを経て次第に後退した。第一次五可燃計画の開始以来、1978年12月の中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議まで一貫して国営の重工業部門が中国経済の中核に位置した。資本集約型の近代産業化という発展方式のもと貧しい農業国段階を脱し、 豊かな社会主義国家を実現しようとしたのである。しかし、重工業部門が立地するのは都市であるので、重工業化の進展は、都市労働者の増加を招き、それに見合う食料の供給を要求することになった。他方当時の中国農業の所得水準と、労働生産性は低く、農村での食料の自家消費比率が高くなり、そのため都市に向けての商品化食料は乏しかった。 そこで1953年11月の食料の計画買い付けと計画供給の実行に関する命令により、統一買い付け、統一販売制度が設けられた。この制度の下では、農民は食料を市営商人に販売することが禁じられ、すべての余剰部分を国家の定めた低い買い付け価格により国家指定の商業部門に売り渡すことが強要され、その食料は、 都市住民に低価格で統一的に販売された。こうして都市、農村の二元的役割分担が進む中、都市工業化の進展により都市において雇用機会が増加する一方、統一買い付け、統一販売制度の実施により農村においては食料危機が発生した。さらには農村余剰食料を確実に吸収することを狙い農業集団化を推進したので、 これに起因して農民の生産意欲が低下した。このような農村の現状に対し、国営企業の各種福利厚生サービスを受けることができた都市住民との間で、都市、農村間の経済格差が発生したことにより、1950年代には農村から都市への大規模な人口流入が発生した。 都市人口は1953年の7800万人台から1959年の1億2300万人台へと4500万人も増加した。これにより、都市では流入人口による職業、食料、生活用品、住居の不足と国家の都市に対する負担が過重になる。一方、農村では労働力の流出により農業生産が 打撃を受けるようになった。そこで政府は1953年から1958年にかけて数字の指示、通知により農村から都市への盲目的流入、いわゆる満流を禁止するように呼びかけた。しかしながらこうした規制や都市から農村への強制送還も効果が薄かった。政府は農村労働力管理システムとしての農村の集団化や都市部から 農村部への大規模な政策的人口移動、宗教振興、身分証番号、学歴、婚姻状況、兵役状況、身長、血液型、職業、勤務先等が登記項目となっている。同通知によると、常住人口登記表の個別の欄には、従来の農庫、非農庫の区別に変え、家庭庫、集団庫の区別を記入するとされる。 農業孤高と非農業孤高という差別的な孤高性質を撤廃し、全国の都市、農村に一体の都口を実行すべしという1990年代における戸籍制度改革の影響を受けている。これらの登記項目は公民の身分を証明する法的効力を有しており、選挙権、非選挙権の行使、免許類の受領、入学、就業、結婚、旅行等の公民が、 社会生活を行う上での個人証明書である、居民身分証の記載内容の根拠ともなっている。ここを登記条例では、農村から都市への人口流等の増加という、社会状況を踏まえ、人の移動を制限、管理する必要性から、都口の移転を伴う移動とりわけ農村から都市への移動に対し厳しい制限となっている。具体的には、公民が、 農村から都市へ移転する際に、都市労働部門の採用証明書、学校の入学証明書あるいは、都市校登等危機,機関の転入許可証明書の取得を義務づけることなどである。54年憲法は移動の自由を認めていたが、実際には都市への人口流入が抑制されていく過程で移動の自由に対する制限が次第に強化されていくことになった。ただし、 ここでの移動の自由に対する制限は、農村から都市への移動の制限であり、逆の都市から農村への移転は、基本的に自由であった。移動の制限は、都市と農村を区分する問題であったので、戸籍は、都市戸籍と農村戸籍の二つに分類されて管理されることになった。ただし、農村戸籍に分類されたものは、行政上農村地区とされている地域に居住している。 ことを示すだけで、農民であることを示すものではない。さらに、1955年からは、計画経済と配給制度を運営する必要から、農業人口と非農業人口を区別する統計が取られるようになった。文化大革命の収束が宣言された1977年に、政府は、農村から都市への移動を禁止する原則を維持しつつ、毎年、 非農業人口の0.15%に限って都市への移動を認める農店非政策を開始した。これは文革中に強制的に農村に移住させられた知識人や技術者、学生といった有能な人材を都市に復帰させようとするもので、文革の生産と同時に経済改革に必要な人材を動員する狙いがあった。 1970年代後半の農業改革の成功により、農店費政策は緩やかに拡大し始める。さらに1980年代前半には、高賃企業が発展し、農村地域での工業化と小都市の経済発展が、著しく進展し、戸籍管理行政が大きく見直された。1984年に、政府は農村地域の小都市である。 県政鎮での工業、商業、サービス業に従事している農民に新設した食料自給戸籍を与えた。これにより食料自給農民を得た農民は非農業人口に加えられたので農店費政策は大幅に拡大されたことになる。1990年代になると、沿海地方の飛躍的な経済発展と農村の都市化が戸籍管理行政改革への圧力となる。 市場経済の浸透により、配給制度が基本的に廃止されたために、これまでの戸籍管理制度を支えていた大きな柱が失われたことも改革への弾みとなった。1998年には、農店費政策は大幅に緩和され、都市に居住すべき、一定の事情があるもの、経済活動上の必要があるもの、優秀な人材や都市部の住宅を購入したものなどについては、 各地方政府の判断で都市への移住を認める制度が全国的に始まった。沿海工業地帯の発展は大量の労働力需要をもたらしたため、内陸部からの人口移動は不可避なものとなった。そこで出稼ぎ労働者を管理するため、公安部は1985年に都市しばらく住人口管理についての暫定規則を定め、しばらく重症を発行するようになった。しかし、 この証明書は一時的な居住を認めるものに過ぎず、社会保障、医療、教育等の行政的サービスを都市住民と同じように受けることはできなかった。農村からの出稼ぎ労働者は、しばらく住という形で長期にわたり、不安定な生活を強いられたため、次第に不満を募らせていった。戸籍制度の抜本的改革が実現しない中、2 0 1年には、北京、上海、 甲州等の大都市で、しばらく重症を居住症に切り替える措置が順次、実施され始めた。居住症は、各都市で違いがあるものの、医療や社会福祉の面で、戸籍を持つ市民と同等の待遇を保障していること、5年から10年ほどの一定期間を経た後、都市戸籍の取得を可能にしていることが、共通している。しかしこの措置をもってしても、 外来人口を二級市民として差別している点では、根本的な解決ではなく、戸籍制度改革実現までの時間稼ぎの措置というたない。習近平の中国共産党中央委員会、総書記就任後の2014年3月16日、中国政府は国家新型都市化計画を発表した。この発表では、戸籍登録を都市規模に応じて緩和し、 2020年までに1億人に居住している都市の都市戸籍を与えるという目標を掲げた。この計画の背景には中国経済の成長原則を打破するために出稼ぎ労働者を中小都市への移住を促し消費者の立場にすることで再び経済成長を促す狙いがあった。しかしながらこの政策を進めるため大都市にある農民校居住区の取り壊しを 強制的に進め、保障のない状態で、出稼ぎ労働者たちを立ち退かせた。2016年9月に、国務院が1億の人子籍人口の転籍を推進する法案を発表し、出稼ぎ労働者の転籍を推進した。そして2017年には、新一線都市と呼ばれる都市の一部で、若い優秀な人材の流入を促すことを目的として、大卒者を対象に、 以下の都市を例に取得条件を緩和をした。その後、国家発展改革委員が2019年4月8日に発表した2019年新型都市化建設の重点任務により、今まで常住人口100万人未満の中小都市の場合のみに農村からの移転制限が撤廃されていたが、常住人口100万人以上300万人未満の都市へ拡大した。 それと同時に常住人口300万人以上500万人未満の大都市の移住に対して定住条件の緩和をし、重点グループに対する定住制限も撤廃した。実際に発表前に以下の都市で都市戸籍取得制限緩和や撤廃が行われた。また、他にも非都市戸籍者が希望すれば居住証を発行し、居住証で受けられる公共サービス拡大をしている。 都市もあるただし、逆に言えば、すべての都市に対して、制限を撤廃したわけでなく、500万人以上の大都市に対する制限は、戸籍枠を大幅に拡大し、戸籍取得採点制度において、社会保障費納付期間と住居期間を採点に占める割合を引き上げ、採点項目簡素化をするよう求められているものの、残っている。例えば、新鮮では大幅に、 ポイント制を簡素化したにもかかわらず、2017年に取得を希望したもののうち4割程度しか認められなかった。さらには、上海と北京は500万人以上の都市の中で最も取得が難しい都市としての状況が続くとの見方がある。上海の場合は、広州や新鮮に比べてはるかに厳しい取得条件を課しており、年に5000人しか取得できないようにしている。 また北京では2018年で取得を希望した12万4657人のうち取得できたのは6019人であった。そして2018年末時点で都市に住みながら都市戸籍を持たない者の,の総人口費は約16.2%約2.26億人であり2015年以降縮小傾向にあるものの 都市戸籍を取得した出稼ぎ労働者が9000万人を超えたにもかかわらず、絶対数としては減少していない。さらには、新鮮、東岸では人子戸籍者が、都市戸籍者を上回る、統括らと呼ばれる現象が生じている。また出稼ぎ労働者の都市戸籍の転換は緩和したにも、かかわらず進んでいない現状となっている原因は、以下の二つの立場による要因によるものである。 ありがとうございます。